ヴィンセンス。ヴィンセンスは、アメリカ海軍の重巡洋艦。ニューオーリンズ九十巡洋艦の7番艦。艦名は、アメリカ独立戦争中に、インディアナ州の近くで行われたにちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。ヴィンセンスは1934年1月2日に、マサチューセッツ州クインシーのベスレヘムスチール社、フォアリバーズ汚染で寄港。 1936年5月21日に、ハリエット・バージニア・キンメル、ビンセンス長、ジョセフ・キンメルの娘によって、命名、浸水し、1937年2月24日に、艦長バートン・エイチ・グリーン大佐の指揮下収益した。収益後、成長巡航に向けて1937年4月19日に、ボストンを出港し、スウェーデンのストックホルム、 フィンランドのヘルシンキ、フランスのルアーブル、イングランドのポーツマスを訪問した。1938年1月初めにヴィンセンスは偵察部隊第7巡洋戦隊に配属され、パナマ運河を通過し、カリフォルニア州サンディエゴに向かう。3月にヴィンセンスはハワイ水域でのに参加し、その後カリフォルニア州サンペドロに戻り、同年末まで西海岸での作戦活動に従事した。 1939年4月まで行われたメアアイランド海軍造船所でのオーバーホール後、ヴィンセンスは東へ戻り、クインシー・タスカルーサ・サンフランシスコと共に6月6日にパナマ運河を通過13日にハンプトン・ローズで停泊した。続く2ヶ月にわたってノーフォーク沖合、チェサピーク東大戦及び南部訓練会域近辺で作戦活動に従事した。 ヒトラーがポーランドを侵略し、ヨーロッパでの戦争が始まった1939年9月1日、ヴィンセンスはニューヨーク州で停泊中であった。ヴィンセンスは東海岸での中立パトロールを開始し、その範囲はカリブ海からユカタン半島まで及んだ。任務は1940年の春まで継続した。ドイツ軍がフランスで連合軍を撃破していた5月末、ヴィンセンスは アゾレス諸島に向けて出港し、6月4日から6日まで、ポンタデルガダを訪れた。その後もロッコに移動し、アメリカ合衆国に運ぶ近海を積み込んだ。カサブランカでの停泊中に、イタリアがフランスに対して、宣戦線布告し、フランクリンディ・ルーズベルト大統領は、背中からの一気として、これを非難した。ヴィンセンス艦長、JR ベアーガール大佐、後に、 大統領の海軍補佐官となる。和光会の公式報告書で、フランス人はこれ、イタリアの戦線布告にひどく憤慨し、イタリアの行動を軽蔑したのは、明白だった。と記している。6月10日に、北アフリカ水域を出港した、ヴィンセンスは、帰国後貴重な積み荷を下ろし、中立パトロール任務に復帰した。1941年1月まで、 ノーホーク海軍造船所でのオーバーホールを終えたヴィンセンスは1月7日にウィチタ戦艦ニューヨーク及びテキサスと共にハンプトンローズを出港してグアンタナモアンに向かったカリブ海においてウィチタと共に1月18日まで戦闘演習及び砲術演習を追いその後ジャマイカのポートランドバイトに向かったヴィンセンスとウィチタはここを拠点に中立パトロールを継続し これを機にアメリカはカリブ海方面に基地を取得することとなった。2月4日、ヴィンセンスはクレブラ島で艦隊に合流し、上陸戦闘演習を行った。ヴィンセンスは兵員を乗せた15メートルのボートを下ろして、上陸させる攻撃輸送艦、マッコーリー及びを支援する第2火力支援グループの一艦として、攻撃演習を行った。この演習は後に、 ヴィンセンスも関わった南太平洋の戦いでの様相を暗示するものとなった。2月の残りの期間は、マヤグエスを拠点に、第2輸送船体及び第7輸送船体の支援任務につき、3月17日にペルナンブーコ州を訪問した後、3月20日にケープタウンに歓迎されながら到着した。9日後、ヴィンセンスはイギリスが購入した兵器の 大金がありである金海を乗せ、30日にニューヨークに向けて出港した。ヴィンセンスは整備を終えてからバージニア岬に向けて出港し、4月30日にグレシー湾に到着。ここでレンジャー及びと合流してバミューダ諸島に向かい、6月までカリブ海と東海岸沿岸で紹介を行った。アメリカは表面上は中立パトロールを続けていたが、 気がつくと、事実上、ドイツとの戦争状態に入っていた。ヴィンセンスは南アフリカへの輸送船団を護衛することとなり、11月にイギリス兵を乗せたアメリカの輸送船で構成された WS-12 船団を護衛して、東海岸を出港した。12月7日、ヴィンセンスは悪天候にもまれていた。波がヴィンセンスに叩きつけられ、ヴィンセンスではボートが破壊されたほか、 搭載していたソックシーガルが格納庫の扉に叩きつけられ破壊された。この日、真珠湾攻撃によってアメリカは戦争に参戦した。12月9日、WS-12 戦団はケープタウンに到着。ヴィンセンスは12月16日に出港し、トリニダード島を経由してハンプトンローズに向かった後、1942年1月4日にノーフォークに帰島した。 4日後、ヴィンセンスは、ニューヨークに開港され戦時の備えを整えた。試運転の後、ヴィンセンスは、ホーネットと合流して、訓練を行い、3月4日に、太平洋に向かって、ニューヨークを出港した。3月11日に、パナマ運河を通過後、サンフランシスコに向かった。4月2日、ヴィンセンスは、第18任務部隊の一環として、サンフランシスコを出撃した。 ホーネットには16機の B-25 が搭載されており、B-25 は東京を空襲する予定となっていた。エンタープライズ機関の第16任務部隊、ウィリアム・ハルゼー中将と合流後、ヴィンセンスは両任務部隊と共に日本の東方会場に向けて進撃した。四月十八日朝、両任務部隊は日本から百四十キロ東方の会場にいたが、 特設艦指定第23日東丸に発見され、第23日東丸は任務部隊発見を打電した。春ー中将は日本側に察知されたと判断し、予定を繰り上げて B-25 の発信を決断した。爆撃自体はわずかな損害しか与えなかったが、アメリカの指揮を上げるには十分だった。ルーズベルト大統領は記者団の質問に対し、 攻撃隊の発進位置をシャングリラと回答して煙に巻いた。両任務部隊は4月25日に真珠湾に帰島したが、第16任務部隊は5日後に出撃し、ヴィンセンスも加わって三五海に急行したが、三五海海戦には間に合わなかった。第16任務部隊は5月26日に真珠湾に帰島したが、日本艦隊が ミッドウェイ島に接近しつつあるとの機密情報に基づき3日後の5月29日に出撃。ヴィンセンスはアストリアと行動を共にして6月4日までにはミッドウェイ島の北方海域に到着した。ナグ叩かず中条率いる第一航空艦隊の3空母赤城、かが総流がクラレンス・マクラスキーの SBD ドーントレスの奇襲により炎上後。 残った飛竜からの攻撃隊が北から接近してきたことを第17任務部隊のレーダーが約24キロの地点に探知した。任務部隊は対空砲火を生かす、臨境陣を取り、ヨークタウンは迎撃する戦闘機を発進させた。やがて攻撃隊が来襲し、回4回、ワイルドキャットは攻撃隊を迎撃し、来撃機は煙を吹いて海中に墜落していった。 ヴィンセンスは16時44分に5インチ砲、20ミリ、機銃、28ミリ機銃を発射して応戦し、25、ノットモの速力で回避運動を行った。やがて、ヴィンセンスは1機の97式艦航を撃墜し、その97式艦航は、ヴィンセンスの左舷艦首から140メール離れた、海中に墜落した。しかしながら、攻撃隊は、対空砲火をかいくぐり、 ヨークタウンは、魚雷と爆弾の命中を受けて、左舷側に傾き、やがて航行不能となった。ヴィンセンスは、アストリアと共に、ヨークタウンの監視に当たったが、翌6日、ヨークタウンは6隻の駆逐艦の間をすり抜けた、潜水艦位168の雷撃を受けた。雷撃により、駆逐艦、ハムマンは強沈し、ヨークタウンも6月7日に、ついに沈没した。 真珠湾に帰投したヴィンセンスは海軍交渉で修理と改装を行った後、第11任務部隊の艦船とハワイ島近海で演習を行い、7月14日に第16、第18よび第62の各任務部隊との合同のため真珠湾を出した。ヴィンセンスはクインシーおよびサンフアンとともに X 高線と呼ばれた輸送船団を護衛した後、 7月26日に第62任務部隊と合流。27日、ヴィンセンスはで上陸演習を行った。ソロモン諸島への進行を控え、ヴィンセンスは第62.3任務軍の機関となり、上陸部隊の援護役として行動することとなった。補給の後、従順洋艦軍は、よく輸送船体を護衛して、ソロモン諸島方面へ向かい、8月7日に、 ガダルカナル東沖に到着した。夜明けとともにヴィンセンスは観測機を発進させ、続いて両艦とともに一斉射撃を行って海兵隊の上陸を援護した。海兵隊は警備な反撃を受けた者の,の上陸に成功した。13時20分ごろ、早くも日本機の反撃が始まった。ヴィンセンスは輸送船団と対応を背に最初の対空射撃を行い、撃退した。 日没後、ヴィンセンスは、アストリア、クインシー及び、駆逐艦と共にグループを組んで紹介を行った。8月8日に入り、ヴィンセンスは、ガダルカナル島沖のエリア、X 線に戻って、輸送船団護衛を再開した。午後、前日に引き続き日本機の反撃があり、ラバウルから飛来してきた一式立航は、低空から撃を行った。 ヴィンセンスは2700メートル離れたところにいた輸送船を守るため8インチ砲と20ミリ機銃で一式立行に対抗した。8インチ砲は水面に向かって発射され一式立行は起こる水柱に突っ込むか避けるしか選択肢がなかった。ヴィンセンスは魚雷と爆弾から回避できたもののジャービスには魚雷が一本命中致命傷となった。午後 偵察機がラバウルから南下する日本艦隊を発見。内訳は、巡洋艦3隻、駆逐艦3隻、砲艦2隻及び水上規模艦と判断された。ジャービスは、ヴィンセンスらのグループを離れる運河岬沖を出て、ヴィンセンスとクインシー、アストリアは、サボ島北方で紹介を続けた。ヴィンセンスの艦長は、翌朝になれば、ラバウルからの日本機と艦隊が攻撃してくるだろうと予想し、 夜は用心して紹介するよう命令を出したものの、その用心はむしろ朝に起こると予想された戦闘に備えてのものだった。真夜中近くになり、リーフクール艦長は艦の指揮を WEA ムーラン副長に委任して艦長室に入った。約1時間後、ヴィンセンスの見張りは南の方角に栄光弾や火炎、そして低く 2V 音声を確認した。これは、 三川軍文一中将率いる第8艦隊の一隊が、サボ島西方からガダルカナル島沖に入り、シカゴオーストラリア従事苗艦、キャンベラ及び駆逐艦のグループに対して、放来撃を行った戦闘を示すものだった。ヴィンセンスは、総員配置を例したが、こちらから戦闘の様子が見えていたにもかかわらず、シカゴのグループからは、警報の類は来なかった。 三河艦隊は、シカゴのグループをうちのメスと二つのグループに分かれて、北に向かい、ヴィンセンスらのグループに迫ってきた。1時55分、三河艦隊からのサーチライトが、ヴィンセンスを照らし出した。ヴィンセンスは、味方からの勝者だと勘違いして味方識別信号を送るよう指示を出した。これに対し、三河艦隊は、一斉砲撃で応答した。状況を理解しつつあった。 ヴィンセンスが反撃の砲撃を行ったものの、二つのグループからの砲雷撃に挟み撃ちにされ、艦のあらゆるところに砲弾が命中した。リーフクール艦長は、艦の通信が途絶した状態にもかかわらず、19.5ノットの速力で戦場を脱出しようとした。しかし、別の一体からの攻撃を受けた。砲弾が格納庫に命中して、搭載機が炎上、即虚偽も破壊された。 2時ごろ、ヴィンセンスは右側に逃れつつあったが、三河艦隊は大打撃を受けた。ヴィンセンスを見逃しはしなかった。追い打ちをかけるように魚雷が、ボイラー室に命中し、ついに、ヴィンセンスは行き足を止めた。8インチ砲弾と5インチ砲弾合わせて、少なくとも57発が命中したと判断された。ヴィンセンスは、ボクシングでパンチを食らってよろめくボクサーのごとく、規則延々となった。 やがて、三河艦隊は去っていき、後には炎上し品種のヴィンセンス、クインシー、アストリアの三重巡洋艦が残された。リーフクール艦長は2時30分に総委員体艦を礼して乗組員はヴィンセンスから脱し始めた。リーフクール艦長が最後に救助された後、ヴィンセンスはアイアンボトムサウンドに沈没していった。後年、リーフクール艦長は ヴィンセンスの記念碑に次のように記した。ヴィンセンスは素晴らしい艦で、1941年4月23日以降、我々は皆ヴィンセンスを誇りに思っていた。ヴィンセンスは1942年8月9日2時50分に、サボ島の東2.5マイルの水深約500ファゾムの海底に眠っている。ヴィンセンスは1942年11月2日に、除籍された。 ミッドウェイ海戦及びガダルカナル進行の功績により、ヴィンセンスは2個の従軍聖賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。